ということで今日は2021年4月の27日でございます。今日はですねちょっと算数の授業ということで、なんでね算数の授業をやっていくかっていうとですね、この、角度の問題なんですけども、小学校5年生の算数の教科書に出ている問題です、ね、これをやっていきたいと思うんですが、なんでこの問題をやるかっていうとですね、算数の中でも論理的思考力ってね、考える力、論理的に考えていく力っていうのが、つくね、内容っていうのがあるんですが、この問題は結構ねこの考える力、論理的思考力がをこうアップするためのね、いい問題なのでやっていこうと思います。なぜ論理的思考力が大事かっていうとですね、もうね社会に出てもうずっと死ぬまで使う力なんですね、論理的思考力っていうのは。例えば何か問題が起こった時に、誰かと話をする、自分の経緯や何か説明をする時に論理的思考力がすごく大事になります、ね、この連れ去り親子断絶問題でもやはりね警察に行って説明したりとか、市役所とか児童相談所とか、学校保育園とかね、そういったところで、説明する機会っていうのは必ずあると思うんですね。でそういった時にやっぱり論理的思考力が高い人っていうのは、要は説明する相手に理解してもらえる、可能性、率が高くなるので、問題解決する力も、確率も上がるということになります。問題解決ができればね、それなりに困ることが減っていく、ね、うまく人生がね、過ごしていけるということにもつながってくると思いますので、非常に大切な力だということです。さあそれではね問題の方やっていきたいと思うんですが、三角、これ角度を求める問題なんですが、三角定規ね、懐かしいですね皆さんね、2種類の三角定規がありますと。30度、60度、90度の定規と、あとは二等辺三角形の定規ね、90度と45度の定規がありますと。でこれを重ねた時にできる三角の角、ね、角度を求めなさいということなんですね。でこれは結構頭使う問題だと思います。でこの問題を解くポイントとしてはですね、まず分かるところの角度をまず書いちゃいましょうってことでね、ここは45ですよね。45でここが60でしょ。でここが30で、この大きいこの赤が45ですよね。で問題はここを求めなさいって言うんですよ、ね、でここを求めるときにはこれね、直線が交わってますから、ここの角度はここの角度と一緒なわけですね。もしくはこの180度からここの角度を引いたのがここの角度になりますね。ということで、考え方としてはですね、ここを出しちゃいましょうっていう話ですね、まず先に。ここはこの三角で考えると45と30なので、105、ここが105ですよね。105ってことはここは75ということになります。さあ2番目です。ここの角度っていうのはここの角度と一緒ですね。あとはこの180度で見たときに180度からここのね、ちっちゃい角度を引いたものが答えになるというわけですね。どうやって解いていくかっていうとですね、ここの角度ありますね。ここの角度は60ですね。ここは30で、赤いとこが45ですね。45になりますね。そうするとですね、ここが45で、180から60引くとここは120ですね。足すと165で、180から引くとここが15度になります。
そうすると180から15を引いたのがここの角度になりますので165度ということになりますね。はい、3番目これ。これはな、まあ複雑、結構複雑ですね。これもですね、まあ、ここと同じわけなんで、ね、この赤いところが45、ここが60になります。じゃあここはっていう話。ね、三角形の角の 3つの和が180なので、180から105を引きます。75。ということで、ここは75になりますということですね。まあ、他の考え方としては、ね、いろんな求め方あります。ここに直線引いちゃいます、ね。直角の線引いちゃいます。そうするとですね、ここは45ですよね。ここは30。ね、この全部直角ですから、ここね。こことここは一緒なわけですよね。それからこことここが一緒なわけですよね。で、30、45足すと75という考え方もできます。こうやってですね、こうこうこうだからこうなんだと、ね、こうこうこうだからこうこうにはならないんだとか、そういう考え方が非常に大事だということです、ね。小学5年生の算数の問題ですけどもね、こうやって論理的思考力をね、どんどん養っていってね、将来はね、本当に論理的に、話ができる、まあ、要は論理的っていうのは筋が通ってるってことなんでね、まあ、筋が通った大人になっていってもらいたいと思うし、そういったところでね、まあ、苦しんでたり悩んだりしてる方はですね、今からでも遅くないのでね、こういう、まあ、勉強してね、算数のこういう問題とか、あとは数読ね、ナンプレって言われてる、ああいうのでもいいし、まあ、いろいろね、勉強方法があるので、論理的思考力をどんどん養っていってもらったらいいかなと思います。ということで今日は、算数、小学5年生の特別授業でした。以上です。